本日はピックアブリック量り売りをやってきました。何を購入してきたかというと、 2×3 のプレート、かなり紙パーツです。 1×3 のプレート、これも紙パーツ。 1×6、これも基本的に紙パーツかなと思うんですけど、僕自体そんなに使わないです。ただスターウォーズの作品を作ってる方からするともう必ず必須になってきますよね。白のスロープ、まあこれはあんまり使わないですけど、まあ僕は使います。で、あとライトセーバー別にいらないんですけど、量り売りでライトセーバーってかなりお得なんですよね。まあ、これ何グラムぐらいでしょうか。まあ、20グラムぐらいだとしたら200円ぐらいなんですよね。なんならメルカリでこれ転売されてるぐらいですから、結構希少価値が高いライトセーバーと、まあどうでしょう、ライトセーバーを積み上げていくために必要な、はい、こういった特殊プレートも購入してきました。やっぱりね、超紙パーツっていうことあって、もう在庫こんなくしかなかったんですけど、1×3 のプレートと 2×1 のスロープもあったんですけど、残念ながら 2×1 のスロープは3つだけでした。やっぱり紙パーツは売り切れるってことですね。カーブトップ、ガンシップ1台で、まあ、どれぐらいなんでしょうか。まあ、結構使います。これはかなりコストをね、激減できるっていうことなので、かなり助かりましたね。カーブトップ。2×2 のタイル。タイルは正直いくらあっても困りませんし、ダークレッドのタイル、かなり買い込みました。だからダークレッドの作品は割といつでも、しかも激安で作れるっていう状態です。これはラッキーです。これもスターウォーズの作品作ってる方からすると、絶対欲しい、いくらあってもいい、もう無限に欲しいっていう部品かと思います。1×4。これかなり紙パーツです。はい、今回紹介する部品の中で一番すごかったのがこいつ。これ、2×1 のダークグレーのタイル、やばくないですか？これが白とかグレーだったら、もっと良かったんですけど、ダークグレーでも十分ありがたいし、助かります。このダークグレーを使って、ちょっと作品を作ってきました。はい、どうでしょうか？もう、量り売りっていうことなので、基本的に激安で部品をね、やっぱり購入できるわけですよね。ブリッカーズさんだったり、ブリックリングと比べると。で、こういった基礎も、こうやって貼り付けることによって、見栄えかなり良くなるんですよね。まあ、だからこのダークグレーの 2×1 のプレート、めっちゃ助かります。もうこれが 2×2 とかだったら、もっともっと助かりました。はい、以上、今回は量り売りのご紹介でした。ご視聴いただきありがとうございます。